見とったんじゃ見とったんじゃ。すごいあったかい、ここ顔に感じる熱が。麺冷たいんじゃない？多分麺は冷やになってると。これでもぶっかけ食べ方すらわからない。てか天かすいりますこれ。なくていいかも。よいしょ、早速はい、いただきます。いただいております。あ、限界のサイズなんで盛れるギリ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 ですね。ここ普通に切ったら麺の量って増やせるものなの？でもまあ大とか特大とかも普通にあるので。あ、長いな。ね、絵からはみ出して絵からはみ出しちゃう。また来たよ。エビですね。あ、大変だ。全然取れない。ツルツルになっちゃって麺が。余計に。余計に。僕も全然取れないです。無味です。でもなんかこれ全然減らないんだけど、どうしたらいい？来る10分前に見た映像となんかあんまり変わらない。ふわふわっぱ入ってないね。美味しいですよね、甘くて。味が濃い。でも早い。
終わりが遠い。これこの。あ、すごい。シールが効く。え、見出してもらって。足りなかったら言ってください。はい。これがカラーのやつですか。そうです。辛いやつ。辛いタレ。辛いタレみたいですね。生姜入れよ。キロぐらいになってるってことかな。標準の。もっとじゃない。時間かかるよ、それ。なんか最後なんかさっきより微調整みたいな感じのモリッチされてる。見えてんのこれ。あーです。カレーもダクダクだね。ママ出てきたけど、うん。
だし消えてる。あ、お尻に。しっかり入ってるんで、うん、ごぼうみたいな香りが、うん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 、ない、もう食べた？聞いてんの？日本がうまかったな、うん、ぜひぜひ。ちょっとでも暑いんで気をつけてください。ちょっといただきます。価格外からのズルズルタイム今。食べたいですね。うん、おいしそう。カレー丼っていうのはやっぱあるね。あるよ、メニューに。これ丼にしたら絶対美味しいじゃん。絶対美味しいですよね。絶対美味しいじゃん。チーズとかはもうトッピングであるんで、チーズカレーにも。うん。カレー色にチーズトッピングできるわけじゃない。カレー色の横何か、あ、白飯か。うん。美味しい。
完食しました。うん、大満足。ありがとうございます。せーの、ごちそうさまでした。はい。